あれあれだって今はまだ腹もそんなに出てないし、髪の毛だってあるけど、10年後20年後にはどうなってることやら。10年後20年後はどうなっているかわからないけど、50年後ならまあほぼ確実に儚しただろうな。人生は儚いけど、死は永遠だ。墓場に来るとなぜだか心が安らぐ。特にこの墓地には僕の大切な思い出が眠っている。さあ行きましょう。さあ捕まって。ありがとうございます。彼女の一つの神秘的な思い出として僕の心の片隅に残っていた。